わかるかも。めっちゃ寝起きなんですよ今。おっそって大声しないと。高宮隆さん、ありがとうございます。ちょっとね、ダブルムさん、ありがとう。おひまさん、ありがとうございます。ハマちゃんさん、ありがとう。キラン様、流れ星、ありがとう。ソーセーさんも、ラブレット、ありがとう。いや、これめっちゃ寝起きで。ケンセイさん、おはた、ありがとうございます。ケンネさん、ありがとう。そう、これすごく寝起きで。ノーブルさんもハートありがとうございます。昨日全然寝れなくて、昨日全く寝れなくて、さっき寝たんですよ。だから寝起きだし、あと準備してないとやばくて、向こうで配信、いつものとこで配信しようと思ったんだけど、準備しないと やばすぎて、準備しながら配信します。だから変わらうところから全てが始まる。だから今ここで配信してる。あきらさん、応援してる、ありがとう。そしてですね、ネロティンさん、ありがとうございます。ユンユンさんも、ありがとう。セシル・マクビーさんの昨日のね、までのイベント、なんと確定順位が1位でした。わーい、うん、嬉しすぎ。さっきね、私もそわそわしながら、夏生活さん、ありがとうございます、見たんですけど、なんと1位でした。わー、みんなモデルもできるし、渋谷にも現れちゃうよ。みんな、1位でしたよ。しかもほぼあれだった、なんだっけ、てか168万ポイントで2位の方が96万ポイントぐらいまで詰めてきてて、怖かったですね。クレアさん、流れ星、ありがとう。1週間、そう、1週間の撮影だよ。だからちょっと頑張んないと、いろいろみんなのおかげで1位になれました。本当にありがとうございます。ちょっとまた明日の夜とか、夜なんかみんなさ、多分夜の方が配信さ来やすいと思うから、明日の夜ね、明日の夜、あと化粧もしてると思うし、明日の夜配信して、なんかお礼みたいな感じでできたらいいなって、お礼みたいな感じで思うので、明日の夜また配信しますね。メイクバッチリでお礼配信しますね。いいですか、明日の夜、火曜日の夜ですね。で、すいません、だからまた明日の夜、お礼させてください。今日は改めまして、本当にありがとうございますって、1位だったよって。で、明日もまたお礼配信させてね、みんな。夜ダメチーさん、ウィンクしてありがとうございます。こんな顔で。ピンクカメラさんも、ピカピカ、ありがとう。コバルトさんも、ありがとうございます。そうだよね、明日の夜何時かな、7時10とか7時くらい、7時10とかになる。でも7時くらいって言ってたら、多分7時10くらい。ピンクカメラさん、ジージー、ありがとうございます。ということで、ちょっとまず、確かに山田さんも無事1位だったのか。みんなのおかげでした、ありがとうございます。おかげさまです。
タロンさんもハートありがとうございます。ちょっとね、本当にあの準備しないとやばいので、準備しながら配信する、ごめんなさいね、こんなんで、こんなんでも愛してほしい。私がメイクするとこ見てて、ごめんなさいね、変なこと言っちゃって。あ、ティナも発表されたんですね。ティナのね、卒業。パクリダスさんからありがとうございます。弟の服です、これもマジでパクリ。中学でも顔真っ赤にしながら空手してたでだって、かわいい、かわいい、すると知ってましたよ、それね。ちょっと一旦顔出して、お願い、やばくない？準備配信、準備配信ブログ、ブログじゃない、準備配信チャンネルだよこれ。本来だったらもう向こうの部屋でいいなーってしてるはずなの、今これ準備しながら配信、なんでここにいるんだろう。秘密のマカロン見学さん、本当ありがとうございます。変わらないの、配信で変わるんだよって感じで、ね、ピンク名さん、コバありがとうございます。ケンセさんもあとありがとう。オレンジのラッピーさんもあとありがとうございます。誰がコアラ、コアラ配信見たことないわ、だって本当だよ、誰でも見たことないんじゃん。準備配信チャンネル、そうだよ、カーラってもマツで上がってるよ、マツしてるか、そう、モーニングルーティンを見せてる。そしたらこちらの化粧水を、こうやってつけて、BBB さん、星ありがとうございます。天心さん、ハートありがとうございます。白眼鏡のハートありがとう。ビジュアルいいから特に何もしなくても可愛いんやないの。
優しい方もおられますもん。ちょっと待ってね。これ乳液。天聖さん、ハートありがとうございます。白メガネもハートありがとうございます。音符もだ、ありがとう。ねえ、本当にやだ、こんな姿みんなに見せたくない。白メガネじゃなくて電車さんじゃない。だってだって白目がね。だって白目がね。野村さん、流れ星ありがとうございます。白目がねとは協定を組んでて、白目がねっていう名前なんです。協定、協定は死んじゃった。契約なんていうの、イベント一応おめでとうございます。だってありがとうございます。そうだ、応援してくださってたとかさ。レーザーさん呼びと白眼鏡呼び、どっちが似てるんだ。即答で白眼鏡になって、そうだから白眼鏡。今日はね、ちょっとあんまり配信できないんですけど、明日の夜やりますんで、お願い配信で。はい、で顔洗いました。でも顔洗ってもまつげはギャンギャンです。で今ショールームイベントをね、ちょっとね探し中なんで。ピカピカありがとうございます。ピンクカメラさん、ひなこちゃんから白目が眠してもらうの最高の幸せだと思う。そう、そんなに嬉しい。なんか1秒でも顔見えるだけで癒される。嘘、こんなの寝起きなのにって。本当にさ、早くの夜は深夜3時だから、まあね、けど大丈夫、7時とかにすると、ね、また教えますけど。あ、18日連続なって、わー、ということで、ちょっと今日はね、あれなんですけど、明日また夜配信しますので、その時メイクもしてますし夜だから見やすいかなと思うんで、また来てください。鳥さんもコバありがとう。
また時間教えますね。それでは今日はランキングを見ます。13位クレアさん、ありがとうございます。12位ヒマさん、ありがとうございます。11位ユイチさん、ありがとうございます。10位 BBB1111 さん、ありがとうございます。9位ピンクカメラさん、ありがとうございます。8位コバルトさん、ありがとうございます。7位 WY さん、ありがとうございます。6位、白眼鏡ありがとうございます。5位天聖さん、ありがとうございます。5位総水さん、ありがとうございます。間違えた。4位ノーブルさん、ありがとうございます。ごめんなさい、間違えました。で3位が総水さん、ありがとうございます。2位アキランさん、ありがとうございます。そして1位はダミチンさんでした。ダミチンさん、ありがとうございます。ダミチンさん、ダミチンさん、ありがとう。坂組さん、だるま、ありがとうございます。滑った朝のかわいい、ありがとうございます。改めまして、みんなイベント1位ありがとうございました。来週なんですけど撮影頑張るね。で明日の配信また時間をお伝えしますので待っててください。ちょっとだったけどありがとうございます。見てください。今から爆速で準備したいと思います。それではみんなバイバイ、またね、バイバイ。